ではですね、筑波山、偕楽園あるかな。先ほど話題に上がった偕楽園ですね。ちょっとスポット検索していきましょうか。あることを願いたい偕楽園の偕楽園はこの貝です。はい検索します。ないですね。では他の茨城県の様子見ていきましょう。なんでないんだろう、まあ仕方ないですね。ではですね、他の茨城県見ていきましょうね。筑波山見ましょう。筑波山、はい、筑波山は見頃予想が11月5日、今日じゃないですか。昨日だ、昨日じゃないですか。ですので今が見頃を迎えているということで、近隣の方はぜひお近くにね訪れてみてはいかがでしょうか。まあ偕楽園は梅ですからね、そうなんですよ。春はやっぱり、はい、抑えるポイントかなと思うんですけど、動揺を隠しきれずにちょっと今うるるるってなっちゃいましたけれども、ありがとうございました。素敵な夜をお過ごしください。